こんにちは大樹です、えー、先日から33期、えー、という期が始まって、まあ、4日ぐらい終わったんですけどもね、あのー、最初の頃にねやるトレーニングで、えー、自分が話聞いてる時の表情っていうのを、あのー、ビデオで撮ると今楽になりましたね。あのー スマホね、ほとんどみんなスマホ持ってますからで、まあ、誰かに撮ってもらってもいいし三脚でも立てかけてもいいんですけどあの要は誰かの話を聞いている時の自分の表情っていうのってね見たことある人ってほとんどいないんですよねで大体こんな感じだろうと想像してるんですけど人間ってねあの自分が何をやってるかとかどんな風にしてるかっていうのをねやっぱ気が付いてないでやってることがいっぱいあるんですね。 これびっくりすることなんですけど要は話聞いてるところの映像を撮りますよねで自分でまず映像を見ますねそれから、まあ、言葉の内容どうでもいいんですでクライアントとかね話してる人と自分とのねこの表情ね違いとかやり取りとかで自分の表情が変わった時に相手がどう変わってるかとか相手が変わってる時にこっちが表情変化できてるかできてないかとかそれで何が起こってるかとかってこうただ見てる。でもっとどんな風に聞いてみたいだろうとかね あのもっとどんな表情で聞いてみたいだろうというふうにイメージして、でそれでまた聞いてみるんですあの。びっくりするぐらい上手くなります。上手いというかね、いい感じになる。でこっち側が実は表情が変わったりとかね変化がこう出てくると相手に影響しているのがまたビデオで見るとよくわかります。で自分とね相手の間に何が起こってるかってこう客観視するその機会っていうのがほとんどないんですね。でぜひやってみてください。あの。 思思ったほどいいい感じで聞けてないと思う <laughs> で世の中にいるあのもっといい感じで聞けてる人っていうのを我々知ってますからそうするとあの少しこう変えたくなるの、ね、で少し変えるとやっぱり相手にちゃんと変化が起こることが分かりますからそうすると自分の中でこの学習の回路が動き始めるわけです。ぜひねあのコーチカウンステラーの皆さん自分がどんな表情で聞いてるかで撮ってみてくださいそしてあの自分がね少し表情を意識すると相手との間で変化が起こるっていうのを確認してみてください。そううするとね勝手にこう 脳が動き始めるで、成長し始めるということが、あの体験できるんじゃないかなというふうに思います。ええー、ぜひ時には自分のことをこう客観視してみる。で、そうするとね、あのビデオカメラが回ってない時も、大体こんな感じだろうなとかもうちょっとこうしてみようかなってね。ちょっとね、この俯瞰目線というか、その客観的なね、目線が自分の中でイメージしやすくなるんですね。えー、ぜひそういう、あの回路を脳の中に作ってみてください。参考まで。